おはようございます。おはようございます。あの夢にまでるかな、この感じで。そして電話や、コボさんかな。うん、もしもし、はいはい、今着いた。うん、中にいます。結構先なのかな。アイスとかやる。何かやった。アイス、アイス、アイスクリームが欲しいって。みんな多分何やとか、俺が何食うとかより、タイジ君が何買ってんのかっていう方が興味ある。そうやね。映しとこ、映しとこ。タイジ寒そうやな。寒いのにアイス食うの。そうですね。寒い時がめっちゃ寒そうな感じしてる。わしまだ半袖。いや、そりゃ寒いわ。寒くないですか。寒ない。よだれが。うまそうっすね、それ。うまそう。よだれが止まらん。ところで、はい、あのサービスエリアで合流する予定やったシキティとコポさんなんですけど、はい、なぜ合流してないのか。なぜ合流してないのか。と言いますと、なんと。なんと途中で別ルートを走ってまして、お互い走っちゃいましたね。名古屋着くまで合流しないということが発覚しましたんで、美味しくいただきましょう。いただきましょう。いただきます。いただきます。はい。それどうしたんですか、ナナさん。こんなメロンパンがあって。どんなこんな。今のやりすぎやろ。こんな、ほんまにこんな。いやいやいや、ほんまにって。これぐらい、これぐらい。3回りぐらいちっちゃになってる、最初と。ちょっと大きいぐらい。書いてますもんな、メガメロンパンって。そう。それは何を買いはったんですか。カレーパン。カレーパン。カレーパン。めっちゃ嬉しそう。目が輝いてますよ。この上言うカレーパン。あ、まあ、さっき僕の隣の助手席でいやいや撮ってたあの死んだ目じゃなくなってます。いやいやじゃないよ。キラキラしてる。いただきます。はい。サービスエリア買おうかな。ね、なんかその何、そのなんかあこのバンド買おうかなみたいなノリでサービスエリア買おうかな。サービスエリア買いたよ。むしろここに住みたい。あ、住みたい。幸せ。置いて帰るわ、タイジ君これ。やめて。住みたい。やめて。住みたい。キーボードなしでもライブなんとかなるやろ。まあ。キーボードなしでディスライバー成り立たんからね。カレーパン美味しい。パクンカ。パクンカペロンカ。パクンカ。朝です。おはようございます。おはようございます。不審者ゆうくん。不審者スタイルですね。眩しいので。不審者スタイル。眩しい&ヒゲがピークです。もうあのね、入りしたら即剃りましょう。嫌です。いつまで剃らない気ですか。出番直前です。いや俺あの日本地図見て、うん、大阪が分かんないです。ガチで言うてる。ガチで言うてる。滋賀は分かる。待って、それでよう運転できんな。琵琶湖があるから。日本地図見た時にあの空いてるとこが滋賀で、その重なってるとこの海沿いのどれかが大阪。だからあのよくさ学校とかでさ、はい、あの日本地図、空白の日本地図、はいはい、点線だけの、はい、ありますね。埋めていけみたいな。 あれ俺北海道岩手青森上から行ける。あ、上から覚えていくから大阪覚えれへんかって。大阪でもめっちゃ終盤やからさ。まあもうなんか終盤っていうか中盤の後ぐらいやね。で岩手青森で止まったよね。
それそれ序盤も序盤やろいやほんまに、いや岩手青森はもうあの端っこにおるから去っていくんけど、もうそれ以降になるともう、もうね、あとね、あの沖縄もね、微妙ですよ。はぁ、あのね、日本地図パッて渡されて、たまにあの、まあ、本島パッて載せてます。下の方にな別枠になって、さあこの島みたいな感じで出してくれたらこれは沖縄って分かるんですけど、たまにそうじゃない、あの全部つながって、はいはいはい、一面で日本地図として出したやつは、下の方島いっぱいあるじゃないですか。あるね、確かに。はい、ちょっと大きめなあの石垣系なんが鹿児島っていうのもあるんですね。沖縄みたいな島は俺から見たら、待て、え、待て、もう鹿児島がなんて、何が鹿児島がなんて、鹿児島は何、どこにあるって、どこに、どこにとは、そう、今なんて言うんだ、鹿児島のこと、石垣みたいな九州の下にあるじゃないですか。鹿児島がちょっとでかいから分かるんですけど、島じゃないね、端っこやね。誰が、何が、その九州の端っこやね、一番下の鹿児島島っすよ。鹿児島は別島っすよ、あれ。え、鹿児島は九州からあの繋がってないっすよ、あれ。繋がったの最近っすよ、トンネルで新幹線は。え、合体してないっすよ、鹿児島さんは。だからフェリーにしか行けないんですよ、飛行機かフェリーか。最近あの下の海上トンネル繋がって、そこを新幹線も開通したから行けますけど。鹿児島県やね。鹿児島県。え？鹿児島県ですよ。鹿児島県やろ。はい。え？九州とは別っすよ。え？ベリーさんなんで。あの、大陸くん。はいはいはい。あ、ごめんな、起こして。はい。鹿児島って九州の一部やんの。九州の一部です。なんだ？九州の一部なんやけど島やね。九州、え？九州半島じゃないよな。九州半島やね。違う違う、半島じゃなくて、合体してないよ。合体してる、合体してる。あ、はい、一部ですよ。じゃあ一部やんな。じゃあ一部なだけで九州に入るだけで。じゃあじゃあ、なんかその大きい島の大陸繋がってないの。一番大陸繋がってる端っこやん。大陸って日本列島。あ、違う、日本列島じゃなくてあの九州のあの島な。あ、九州。そう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 、はい、繋がってるよな、がっつり繋がってるよな。あれ、どうしたん、ゆうちゃん。ちょっと待って待って。え、鹿児島、しかも鹿児島ってこんな形やんな。形まではなんか下がこう、そうです、ね、九州のあの下の形やんな。はいはいはい、あれほんまに知りあかんねんな。なんか間違えてませんそれ、島。あ、ごめんごめん。なんか間違えてません？間違えましたね。何と間違えた？屋久島と間違えた。屋久島とね。しかもそれ県じゃないやん、もうすでに。屋久島、鹿児島県。いや、そうやけど、その県名じゃないやん。俺、あの、屋久島のことをめっちゃ語ってるつもりだって。あ、なるほど。屋久島もわかんねえけど。はい。鹿児島って連呼しつつ、言ってんのは屋久島のつもりやったよ。安心したわ。俺、鹿児島が俺、そんな、ゆうちゃんの中で。屋久島じいちゃんちやねんけど、みたいな。俺、ゆうちゃんの中の鹿児島、屋久島そんななんか発展したんと思って。ゆうちゃんの中の鹿児島が俺どんなんか分かれへんかった。屋久島を語ってるつもりマックスの、屋久島いつからそんななんか離島やったはずやなみたいな。いつからその常識変わったみたいな感じで。俺めっちゃ気取ってたわ。鹿児島メインの。はい、メインの方、もちろんメインの方です。メインの、はい、鹿児島の皆さんすごい。てなわけで到着しました。到着しましたね。
駐車場、まあ、朝の7時40分、あ、7時40分、あちらが、あちらが名古屋、名古屋ホリデー着きましたね。着きましたよ。めっちゃお辞儀するやん。はい、着きました。着きました。僕は。で。着きました。着きました。僕は今から寝ます。お疲れ様です。お疲れ様です。おつんか。おつんか。